はいどうも、つるちゃんでございます。今日は6月の29日土曜日でございます。えー、皆様いかがお過ごしでございましょうか。はい。えー、今日はですね、こちらでいってみましょう。テキストお持ちの方。えー、今日は、えー、っと、ここからですね。 30ページですね、えー。今日から第2章ですね。民衆外界不詳の激励行と。あ、激励行となってますね。では、読んでいきたいと思います。青年会長の誕生第3代会長就任式は 1960年昭和35年5月3日、東京両国の日大行動、当時で行われたと。午前10時半過ぎ、池田先生がタクシーから降り立つと。黒のモーニング、あ、モーニングは戸田先生の形見であると。 就任式は正午に開会した。音楽隊による学会科の演奏がとどろく中、池田先生が入場。途中、先生は歩みを止め、前方に高く掲げられた戸田先生の遺影を見上げた。壇上に立った池田先生は力強く第一声を放った。 配ではございますが、本日より戸田文科生を代表して、毛利の光線ルフを目指し、一歩前進への指揮を取らさせていただきますと。参加者は、場内外で2万余りと、2万4人ですね、2万人余りが人が集まったと。 雷鳴のような拍手が包む全同志が町に待った32歳の青年会長の誕生であった。席上池田先生は戸田先生の遺言である300世帯を4年後の7回忌までに成し遂げようと呼びかけた。これが第5の,鐘の 具体的なな目標となったと7つの鐘構想とこれも有名ですね7年ごとに甲府全身のリズムを刻む7つの鐘池田先生がこの構想を発表したのは戸田先生の逝去から1ヶ月後の1958年昭和33年 5月3日当時一部マスコミは壊滅寸前の創価学会などと書き立てていたそうした中悲しみに沈む同志にどう希望を送ればいいのか池田先生はただお一人思案を重ねていたと。当時の日記にはこう記されている一人 一、えー、人り20年後の学会を考えゆく、新郎あり、苦中ありと、弱慮の末、あ、失礼、熟慮ですね、熟慮の末、5月3日の7つの金構想の発表となると、これは戸田先生が生前7年を一つの区切りとして、 高専ルフの金を打ち、7つの金を打ち鳴らそうと語っていたことから着想したのであったと。第1の金は30年、同5年の学会創立から、創価教育学会が正式に発足した7あ37年、えー、同12年ですね、までの 7年間第2の金は44年、同19年の牧口先生の生去までの7年、第3の金は51年、同26年の戸田先生の第2代会長就任まで、第4の金は戸田先生が生涯の頑業であった会員75万世帯を 成就し、成就する58年までの7年であると。その上で、我らは、このリズムのままに、7年、また7年と、未来を見据えて、第5の金、第6の金と、勇気と確信を持って進み、第7の金が成り終わる。 2021年後を目指して戦おうとの宣言であるこの壮大な指標は同志が前を向く大きな力となったそして学会は第5の鐘の目標である300世帯を早くも62年の37年に達成と第6の鐘で 75万世帯を突破し7つの鐘が鳴り終わる79年、えー、同昭和54年には日本の交付の基盤が整った一期一会の励まし学会がここまで発展してきたのはなぜでしょうかある有識者が、えー、質問にあ有識者の質問に池田先生は 一人を大切にしてきたからですと答えていると。それは先生の人生そのものであった。先生は未来への指標をですね、示すだけでなく、全同士が幸福勝利の人生を歩めるよう、自ら動き、渾身の励ましを送り続けた。 1965年昭和45年3月22日宮城仙台市で区部長会が開かれた後のこと先生の手は赤く腫れ上がった約600人の参加者全員と2時間にわたって握手したからだと。手に痛みが走り えー、万年筆を握ることすらできなくなったと8日後には長野の地区部長会が予定されていた生涯の原点となる,のあなる出会いを作ってあげたいその一心で握手に変わる激励として考えられたのが記念撮影であったと後に先生はこう綴っている できうるならば全国の地区の柱として立つ少年、婦人、男子、女子、学生の中心者の方々全員と握手をして励ましたいと。としかしそれは時間的にも次第に困難になっていったと。そこで知恵を絞りせめてもの思いで発案したと。政教新聞の調べでは 先生が65年からの8年3ヶ月で記念撮影をした人数は少なくとも延べ71万8550人に及ぶとしかもただ写真に収まるだけではない撮影の合間にはもう会えないかもしれないという一期一会の思いで。 真心の声をかけ、一人一人の報告に耳を傾けた。高熱を押して出席したこともあった。何回もフラッシュを浴び、目を痛めることもまさに不釈神明の激励行だったと。72年度、同昭和47年7月14日、岩手県 岩手県永代区間では12回に分けて3600人との記念撮影を行ったと疲労困憊で出された食事も喉を通らないそれでも時間になると立ち上がり同志のもとへ駆け寄ったこの日 撮影を終えた先生は盛岡の会館に向かいかつて小学生たちと交わした約束を果たしているきっかけは先生のもとに将来の夢などが綴られた子どもたちの手紙が届いたことその時先生は岩手に行った時に会いましょうと伝言を託していたのだ会館に着いた子どもたちを よく来たねと出迎え本の見返しに励ましの言葉をしたためた書籍を送っているもう心配ないよ <laughs> 第一次宗門事件の渦中の1979年昭和54年4月,4月24日池田先生は宗門僧の理不尽な攻撃に 終止符を打ち、会員を守るために一切の責任を負って第三代会長を辞任。して分断を画策した悪僧と反逆者らは、先生に会合で指導してはいけないと、政教新聞に出てはいけないと押し付ける一方、傘にかかって学会を攻撃し、同志を苦しめた。 この79年のある日、神奈川文化会館で会合が行われた。その様子を会場の外でじっと聞いていた先生は、会合の進行を妨げないよう、会場前方の扉からそっと入場した。先生の姿に気づいた友が、看護の声を上げるとすると、先生は私は話してはいけないことになっているから。 と口に人差し指を当てたと。まあこのシートとこういうすあれですね。姿をしたと。そして会場内にあるピアノの方へ、厚原の三列車、熱田村など数曲を弾くと静かに会場を後にした。この頃同会館で幾度となく見られた光景であった。この第一次注文事件で大分は、 悪僧の迫害に最も苦しんだ地域の一つである。ヘラに行くたびに聞かされるのは先生や学会への悪口ばかり。同志は歯を食いしばり理不尽に耐えに耐えた。先生は81年、昭和56年、秋から本格的な反転攻勢を開始した。最も苦しんだ同士のためにと。 12月12日、大分、武田市の岡城市まで足を運んだと。もう心配ないよと。駐車場に降り立った池田先生のもとに駆け寄る友の好調した顔、そして涙。その場に居合わせた未入会の友がいる。学会が大嫌いだった。 つまり、この日だけはとお願いされて参加したものの、宗教の指導者なんてどうせ威張り散らしているんだろうと決めつけていたと。しかし、先生の振る舞いを目の当たりにし、予想は裏切られると。3ヶ月後には入信を、あ、信心を始めたと。その友は先生の姿を庶民の 海の中に飛び込んでいくようでしたと振り返るとこの出会いの先生はかた会った人も大事だが会った人はも,も大事だと旅の無事を祈り真剣に大事を上げ続けてくれたんだとその方々と私は会ったとその方々のおかげで学会は勝った 先生の心はいつも苦しんでいる友のもとへ飛んだ2000年平成12年2月29日には兵庫、長田文化会館を訪問、集い合った友と言行したと。会場には阪神・大震災1995年平成7年で最愛の父と なった友もい生き埋めの中で九死に一生を得た同志もいた先生は力強く励ましを送った人生は戦いです幸福になるための戦いですどうか朗らか朗らかにな人には誰もかなわないとそして忍耐をもって生き抜いていただきたいとこの言葉は今も同志の全身の力となっ人の 近いといると。甲府の大ロマン、全国の共に希望の日を届けた男は折に触れ、21世紀開幕する2001年、13年3日から第2の七つの鐘を打ち鳴らすことを念してきたと。1997年平成 5月には関西で23世紀後半までの壮大な新しい7つの鐘の構想を示している。第2の7つの鐘となる21世紀前半の50年ではアジアをはじめ世界の平和の基盤を築き、第3の7つの鐘となる21世紀後半では 生命の尊厳の哲学を時代精神、えー、世界精神へと定着させると。第4の7つの鐘となる22世紀前半には、世界の高級の平和の崩されざる基盤を作ると。その基盤の上に、第5の7つの鐘となる22世紀後半には、 それが実現すれば第6の鐘、えー、7つの鐘ですね、第7の七つの鐘と進み、日蓮大聖人の立衆千0 0 0年、2253年を迎える23世紀の半ば頃から新たな展開が始まるであり、は第2の7つの鐘の前 真の途上にあると先生はこの鐘が鳴り終わる、えー、学会創立、えー、120周年ですね2050年を展望し、えー、こうつづっているとその時仏法の人間主義の哲学がどれほど世界を照らす太陽と輝き我ら創価の大連帯がどれほど 人間あどれほど人類の平和の柱と仰がれていることかと。私の胸は熱くなると。この甲府の大ロマンは、詰まるところ、一人の励ましに徹し抜く行動によってのみ実現すると。その方程式はすべて、池田先生の行動の中に示されていると。 いうことですね。はい。ということで、今日は第2章を読んでみました。えー、本日の動画は以上で締めくくってみたいと思います、えー。私は明日また午前中ですね、えー、画像会で着任してまいります、えー。では、チャンネル登録、グッドボタンも引き続きよろしくお願いいたします。では、また次回の動画でお会いしましょう。